ました。そんな中アウェーの地で勝ち点3です。まず今のお気持ちをお聞かせください。いやもう本当にタフな試合だったんで本当に勝ち点3を取り切れてよかったです。まず1点目、風間選手の開始50秒での見事なゴールでした。強い気持ちを感じました。ゴールシーン振り返っていただけますか。そうですね、力抜けて冷静に打てたんで、まあ、あんないいところ行くとは思いませんでしたけど、まあ、リラックスして打てた結果かなと思います。狙い通りだったというところでしょうか。いや、そこまで、あそこまでは狙え、さすがに狙ってないですけど、まあ、いいところ行ってくれてよかったです。今日は前半から集中して攻撃、守備ともにチームが一体となっていました。前半についてどのあたりがうまくいっていたと感じていますか。いやまあ今日に限らず、まあ、もちろん自分たちは前から守備行くというところと、奪った後の質であったりとか、自分たちの立ち位置だったり、ボールを前に進めるということだったり、まあ、全てが、まあ、質も伴った、はい、いいゲームができていたと思います。ただ後半2点返されるという前節と同じ展開となりました。そんな中でも上位の岩田相手に勝ち点3です。このあたりはどんな意味があったと思いますか。そうですね、まあ、あの中断があって、まあ、あそこでも何度も言ってましたけど本当に難しいゲームになるっていうのはもう分かってましたし、まあ、自分としてはまあ失点覚悟ぐらいの感じでもちろん取らせたくはなかったですけど、まあ、これだけタフなゲームになるなと思ってたんで、まあ、そういった意味でも3対2っていう厳しい試合でしたけど本当勝ち切れてよかったなと思います。残り10試合に向けて弾みとなる勝利となりました。次のホーム戦に向けてサポーターに一言お願いいたします。そうですね、あの今日本当にこの中断の中難しいゲームだったんですけど本当に皆さんの声で最後までみんな走れましたし、まあ、そこから次9月のゲームホーム3試合ありますけど、まあ、そこで自分たちの未来がだいぶ決まってくると思うんで、まずは目の前の相手にしっかりと勝ち点3を取るということを、サポーターの皆さんと一緒に勝ち点3を取れるかなと思います。おめでとうございました。ありがとうございました。